永正16年武田信虎公の命により甲斐の新府中として甲府が誕生した。その後甲斐の名称武田信玄公により発展していく。しかし武田家の終焉により甲府は豊臣配下の浅野長政、そして徳川綱吉の側近柳沢義康の管理下に置かれた。柳沢の時代になると甲府城下町の再整備はさらに進み、江戸時代の甲府は書物に記されるほどのにぎわいを見せた。時は移ろい、やがて時代は明治へ。明治維新以降、日本は急速な近代化を進めていく。金糸や生糸の大量生産、輸出を行うなど、いわゆる産業革命が起こった。山梨にも県営の機械製糸場、山梨県甲府官業場が建設され、その規模は官営の富岡製糸場に次ぐものだったと言われている。こうした洋風建築、藤村式建築は明治の甲府に多く見られ、甲府の洋風建築の数は町の規模からして日本一との記述も残っている。近代化していく甲府、山梨の中心である商都として発展していった基礎とは何だったのか。2019年12月1日に開催されたリレーフォーラムをご覧ください。あの人佐藤という人は日本人を見て回ってですね、日記を記録を残してますけれども、西洋建築を、模倣した建築物の数は、町の規模からすれば日本一だと。その豊かだったものを代表するものがですね、これからお話しするところの、銀行です。第十銀行としてここに山梨中央銀行が、残っている。それだけ、お金を必要とするものがあった。それ何かというと産業であり、その産業は何かというと製糸業だったわけですね。そして、この中央銀行の設立に、中心的な役割を果たした人、この栗原信親さんという方です。この方は山梨資本主義の父と言っていいと思うんですけども、意外と知られていない。初代甲府市長若尾一平さんです。若尾さんは、大正の2年に亡くなるんですけども、非常に重要なことを一つしています。何かというと、要所甲府連帯の誘致をします。明治42年に甲府連帯が、四十九連帯が入ってきます。14万5千坪全部を若尾財閥が寄付をする。当時の甲府の人口が5万2千です。そこに3千の人が来るわけです。これは非常に大きな経済効果を生んでいるというふうな。特に現在のこの朝日町通りですね、この朝日町通りというのは実は、この甲府連帯が入ってきたことによって作られた、町というふうに言っていいと思う。それでもポンとお金を出すと。この方が浦松神蔵さんという方ですね。でこの人がやったこと、まず一つ目、自分で本を集めて、で図書館を作る。当時図書館がありませんでした。明治43年に、作ります。作るだけじゃなくて開放してい、くということをしています。でその後ですね、山梨県には県立の図書館ができるわけですけれども、その時この村松さんは自分が集めた本そっくり県立の図書館に、寄付するということをしています。大正6年にはこの甲府城、これそっくりお金を出して、現在のお金の約6億円をポンと出して国から買い取る。そしてそれをそっくり寄付する県にということで、この甲府のお城をですね、公園として活用するような道を開いたのは村松神蔵さんである。もう一人います、奥村正右衛門さんという方です。この人は何やったかというと、奥村の別荘として風呂園を作ります。で作るのはいいんです。その後それを市民に開放するということをしています。商人が持っていてお金を出して公園を作ったというのはあんまりありません。はい、今回近代ということになっております。時代的には明治以降、
大体宣伝までというふうに近代を対象にしようとこういうことになっております。近代都市甲府の誕生とその背景ということで話をさせていただきます。近代化を奨励した藤村史郎の存在、建築資材の生産地が非常に近くにあったこと、豪商がたくさんいて、資本が蓄積されていたこと、そして情報です。東京ではこんな建物を作っているということがどんどん入ってくる。そして技術知識ですが、ずば抜けた技術者が甲府にいたということですね。もう一つ忘れてはいけないことがあると思っています。それは幕府の直轄地であった都市づくりをするのにふさわしい土地が確保できた、これが大きな原因ではないかと。佐竹作太郎、横近寺の大木共明、柳町の風間、そして若尾といったこうした人たちが関わって、この甲信鉄道という鉄道を作ろうとしましたが、その一方で、立ち上がったのがこの雨宮慶次郎が立ち上げた山梨鉄道でございます。結局この2つの、ルートとも国に認められずに廃案になってしまうんですけれども、なんでこの2つの案が却下されたかというと、この甲府を通す中央鉄道というものは、国防上大事ということは、当時の陸軍など間でも共通認識になっているので、これも中央線というのは、しっかり作らねばならないといった意識があったわけです。で、南高寺の笹子峠のトンネルなんかを作ってですね、そして中央線がいよいよ開通したということになります。で、中央線の開通式につきましては、その日が大雨だった中と言われますけども、開通記念祝賀会、当時の甲府市長さんの主催で行われまして、そこに20万人の人が集まったというふうに記録されてますが、当時の山梨県の人口はおおむね50万人なので、5人のうち2人来たということになるかと思います。近代の甲府にあったその繁華街ってどういったところがあったんだろうということをごく簡単に紹介させていただきたいと思います。桜町っていうのは近代の甲府の繁華街の一番代表的なものだったと。東京からいろんな芸人さんが来たりした、大変楽しい場所ですね。その他に占い師であるとか写真屋さんであるとか、あるいは桂菓子業とか、これはもう花町ならではなんですけれども、流行の最先端のようなものが買えるところがあった。それが桜町。町にはいろいろ多面的なこう楽しみなポイントがあった。それが多分空襲で全部丸焼けになってしまいますけれども、それまでのその一つの甲府のなんていうかモザイクのような楽しみ、それぞれの面白さがあったっていうのは、これからの甲府の町がどうなっていくかっていうことをまた考えていくときに一つのヒントになるかなと思います。大正4年に相生で建てられた甲府市役所の新庁舎の話をさせていただきたいと思います。外観の美しさや豪華さから甲府の新名所となったと。絵はがきも作られたそうであります。設計者は長らく不明でありましたけれども、内藤多忠が設計に当たったことが確認をされました。内藤多忠は後に東京タワーなどの設計で世界に名を馳せた建築家で、甲府市役所の4代目庁舎も手掛けてくれております。大正時代の甲府は城下町の面影を色濃く残しながらも、近代に花開いた新たな産業が町の中に息づき、人々の娯楽やグルメ、さらには町歩きのメッカとしても発展をしていった様子を伺えることができました。明治11年に渋沢栄一が中心になって、東京商法会議所という今の商工会議所の前身の会議所ができるわけです。で、その東京商法会議所ができた約1年半後に甲府で全国で6番目に商法会議所ができるわけです。なぜその山梨のようなところで全国に先駆けて商法会議所ができたのか。明治10年あるいは、その20年ぐらいまで、その間というのは甲府はまさに、商都であり、そして製紙業を中心にした工業の町であった。で、それゆえに、商法会議所も早い段階で、できたんだろうというふうに思います。したがって藤村史郎と
そして佐竹作太郎、栗原信親、渋沢栄一、この4人の人間関係があって当時の山梨甲府の繁栄があったのではないのかなというふうに思っております。500日前イベント、300日前イベント、100日前イベントとですね、市民の皆さんと一緒にカウントダウンをしてまいりました。100日前イベントでは3000人を超える方が市民みんなのパレードに参加をしていただいて、子どもさんたちを大喜びしていただきました。大晦日にはカウントダウンをしながらオール甲府産のスパークリングワインで開封500年の幕開けを祝ったりですね、にぎわいの調整をしたりしてきました。令和元年開元の年に甲府開府500年という、節目の年を迎えそして過ごしたことはこれから未来に向かって子どもを中心に甲府市民の皆さんに記憶に残る年になったんじゃないかなというふうに思ってます。今年はオリンピックイヤーでもありますから、甲府はフランスの卓球とレスリングの事前キャンプ地でありますから、海外の方々にも発信をしていくようなこともしていきたいというふうに思いますし、国際交流をするようなそんな事業をしていきたいというふうに思ってます。地域歴史探訪事業、そして、ラーニングスピーチ、ドリームキャンパス、これはこれからもレガシー事業としてやっていきますけれども、ハード事業は舞鶴城の南側を江戸町風に整備していこうというふうに思っております。動物園も開園100年でありましたので、動物園のリニューアルも合わせて進めていこうというふうに思っております。戦国時代から近代まで激動を駆け抜けた甲府、時代が変わろうとも私たちは町の発展を未来につないでいかなくてはならない。次の世代に渡せる豊かな甲府を。